女装ドラッグアトリーロビンソーのソーソーラジオ。はい、最後水曜中がなびら怖えよ今日は6月の23日、うん、沖縄の人にとってはというか、まあ、全国的に、うん、世界的に関係はするけど、うん、まあ、特に沖縄の方々が意識する日ですね、うんうん、そうね。本日もね、皆さんどうお過ごしですかね、うん、時刻は6時を回りました。女装ドラッグアイドルロビンソワのソワソワラジオの時間となりました。はい、だイエーイ。いますか、だ待ってよ、いますまーちゃん、まーちゃんいますかね、はいはい、いるかね、あ、いたさいたさいたさ、はい、いたさいたさいたさ、はい、ありがとうございますね。ヤンキチさん、秘宝、先日足、脚立から落ちた、やばい、背骨痛めたわけね、骨折、前日3ヶ月、女優のあの楠田絵理子さん、うん、楠田絵理子さんね、あの骨折しましたよってあの話してごらん、うん、あのチョコレート勧められるよいいって言うもんね。なんか骨折にいいって聞くけどね、うん、どんななんですかね。ね、本当のところはどうかわからないけれど、噂によると、ね、信じることも大切だから、うん、もしかしたらあれかもよ、チョコレートって骨折にいいんだはずね、じゃあ食べようって言ってそれ信じて食べてたら治るかもしれんし、うんうんうん要はもう気持ちの問題。そう、思い込みって大事。実はですね、今ロビンソワの名前でもですねツイキャスやってるんですよ。うんうん、ハッサミをライブカメラ1カメ2カメ3カメ5カメ6カメカメカメ状態です ただいまの時刻は、はい、ただいまの時刻はロビンソワのソワソワラジオ FM 小座から生放送でお送りしているよ、はあ、元気なだからよ今日よ、ね、疲れたね、え朝からバタバタだったね。だからさ、うん、何していたかって言ったらね、この格好で平和記念公園行ってきました、うん、行ってきましたね。今日はですね、あの6月23日、うん、慰霊の日、うん、沖縄では第二次世界大戦の時に、うん、まあ、亡くなられた皆さんをね追悼する日だよってことで、うん、あの沖縄だけですね公休日になってるの、うんうん、そうね、その式典がですね平和の礎記念公園の方であったんですよ、うん、初めてですこの学校で平和記念公園行ったの、うん、本当にね注目すごかったね。今日も私はもうあえて、うん、あみんな見るだろうねって分かっていたからあえて人と目を合わさなかったんだけど、うん、どんな感じでした周りすごかったよ。遠目から見る人もいれば、いい2度見する人もいる、いい3度見する人もいる、5度見はいなかった、いない、そこまでも私も確認はしない。あ、そうね、うん、あ、いや皆さんもっと見たらいいさ大丈夫よ、ぬちは取らないから。すごかったね。あ、今ですねインスタライブ、うん、なんか止まっていますね。うん、止まってるね。止まっているけどね、うん、あの気にせずやっていきます気にしないんかい。記者の方たちもいっぱいいたね。ね、いっぱいいたね。慰霊の日正午だったらね、うん、黙祷が、うん、あの、あるわけですよ、うん、でその時には私たちのためにお力を貸してくださいっていう、うん、まあ、祈りもありつつの、うん、悲しい気持ちにはならないわけ。悲しい気持ちにならないけど涙は溢れてくるわけ、うん、なんでかったら、うん、もう感謝、今日も朝よ慰霊の日だねって思ってインスタグラムのストーリーでじゃあちょっとコメント、うん、今の気持ちちょっと出してみよう書いてみようと思ってアップするために画像をこうね作ったわけ、うん、作りながらよもう涙が溢れてきてから、うん、あのおじいちゃんおばあちゃんがこうやって生き延びてくれたっていうことのすごい感謝だし、うん、本当にもう悲惨な、うん、もう言葉で言い表せないもう悲惨な状況ではあったんだけど、うん、でもその状況があったから、うん、今の私たちは平和について考えられる、うん、自分の命の尊さとか自分以外の人の命の尊さとか考えるこのきっかけがもうある当事者にとっては、うん、もう思い出したくもない、うん、トラウマ、やっぱり戦争を体験していない私なんかのも親とか、うん、親からのも世代からはもうこういう、こう学びとか、うん、この気づきとか与えてくれているっていう私は、あの戦争がなかったらやっぱりここまでこう命について考えるとかさ、そこまではなかったんじゃないかねって。これがねもう必ずもう年に1回決まってあるさ、うん、ずっと続くっていうこともありがたいっていうかって私は思う。この曲聴いてレッツフェスティバル
今日はですね、ポップなやつではなくて、6月23日ということで、月桃っていう、うん、童謡ではない、音楽のなんか教科書とかにある感じよね。うんうん、童謡ではないけどさ。はい、それでは、月桃でーす、うん。お願いしまーす。FM 小座からロビンソワのソワソワラジオ、うん、はあ、もう今日はもう生放送で、うん、お送りしてるさ。あいやいやゲットね、この曲聴いてたらさ、このわーってこうなんかちょっとね、涙が溢れてきてからさ、あいなどうしよう、私もう夏になったらもうただでさえもうあの毛穴という毛穴から化粧水がどんどん出ていくのにさ、発生戻さないといけないのみたいなね、ただでさえ水分ないのにつってねあ、大丈夫です。皆さん、私、みずみずしいです。そうよ。あ、いやな、今よ。あの、赤信号でさ、車止まって、いっぱい見ているさ。あ、いっぱい見て。ねえ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 。若い子たちがいっぱい見ている。ねえ。おそらく中学生ぐらいじゃない？だからよ。あ、いな、もうどうしようかね、私、あの、将来が何ね、分からんけどさ、この子たち逃げて運転してるバイバイ、逃げてあ、いえな、いっぱい見てくれたさ、ねえ、いっぱい手振ってくれたね、嬉しい、ねえ、今度どこ見せよう、もう本当に YouTube をどうかよろしくお願いいたします。うちの子が毎日毎日頑張っておりますソワソワチャンネル、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあロビンソワとアイミでした。ソワソワ、みんなありがとうね。 I love you ちょっと喋っておけて変なよ、なんか I love you って言ってからね、あの、ちょっとなんか間があってからね、うん。